そうめん筆洗いで食べたら便利すぎわろた。合理的すぎわら。なんかわろた。これは流行る。次が薄まるだろ。薄くなりそう。意外と容強度良かったわら。小分けで食いやすい。しかも取ってつき。携帯性抜群わら。被災現る。まずそう。筆洗いって何のことかと思ったがこれのことかわら。なんだ、真ん中に薬味置いて周りに釣り入れるのかと思った。生姜とわさびやネギ合わないから別々にしたりみたいに。俺もそう思った。場所ごとに釣りの味を変えて楽しんだ方が有益じゃない？麺を開ける必要あんの？一人で食うんなら全部丼に最初から入れればいいんじゃないかと。真ん中に麺入れたら3つの味が楽しめるやん。筆も洗えて便利だな。筆でそうめん食ったのかと。こんなところに天才がいたとは。綺麗なのに食欲がなくなる。不思議。お前のお弁当なんか超濡れてね。しまった。最後に梅雨飲めないわら。これが楽しみなのに、寺も打てんわら。ストロー使え。25、天才現る。絵の具が残って汚いんですが。汚い筆洗いのイメージがあるから俺は無理だな。もうなくなったわら。一玉しか入んね。食い足らん。もう一玉茹でるわわら。今食ってんのかよわら。衛生関連とやらがあるなら使わない。ただただ汚いな。まだそんなに使ってない上に死ぬほど洗ったわわら。衛生関連なめんな。ザルはあったけど深い器なかったんじゃ。パレットで盛りそばもやってくれるんだろうな。どうせやるならパレットに薬味入れようぜ。緑にはネギ、白には生姜みたいに色ごとに分ければ見た目鮮やかで楽しくね。絵の具の材料って劇薬だよな。洗ったくらいじゃ完全に落ちんだろ。悪いことは言わないから明日朝一で病院行け。なぜ素直に食べられないのか。てかどうせなら新しく買ったやつに入れろよ汚ねえな。もう筆で食えよ。洗っただけかよ。新品にしろよ。なぜ3つとも同じそうめんなのか。食べれる絵の具あるじゃん。あれ使えば？うどんとそばを分けて入れたらより楽しめそうだな。ちょ、死ぬとかいうやつ多すぎ。ビビりすぎだろ。そして建設的意見も多すぎわら。天才と潔癖症だけかここは。寺極端わら。ちょっと買い出ししてくるわ。美大生？クソ専門ですさあせんわら。イラストレーターになりたいよー。え、筆洗いってなんのこっちゃって思って開いたら懐かしすぎでわろりん。腹減ってきた。普通に食べた方がまずい気がしてきた。目を覚ませ。よし、今から美味しいそうめんの茹で方を紹介しちゃうぞ。諸君メモのご用意をわら。まず湯を沸かす。当たり前。ポイントはかなりたっぷりお湯を沸かす。少ないとくっついちゃう。はい。一人分なら細長い耐熱容器に入れてレンチンで済ましちまうけどな。そろそろそうめんの季節か。明日買ってくるか。なんかこの筆洗い A 型が一番完成された形な気がしてきた。貧乏人みたいだからやめなよ。そして湯を冷ます。そして沸かす。で、麺投入。なるべく偏らないように入れる。鍋の真ん中で麺の端っこ揃える感じでトン。さっと手を離すとテレビでやるみたいに放射状になる。変に刺さってやると逆に偏る。パスタ茹でる時も同じ。これ豆なわら。ちなみに絵の具は一番身近にある毒物な。発色のために毒性の物質いっぱい入っとる。油絵の具はその通りとして水彩も。箸で軽くほぐしながらさっと茹でる。太さにもよるけどイボの糸みたいに細いのならほんと40秒ぐらいでいい。カラスの行水わら。目安は麺の両端が透明になったぐらい。目指せアルデンテ。吹きこぼれそうになったらびっくり水ドーン。茹で上がったら即ザルにあげて流水で粗熱を取る。そんで親の仇のごとく洗うわら。両手のひらで麺同士をすり合わすように洗う。しつこいくらい洗う。こうすると麺の余分なでんぷんが落ちて喉越しツルツル。超重要わら。一瞬麺を引っ張ってるのかと思った。アングルに凝ってるんじゃねえよハゲ。洗い終わったら水気を切り、よく冷やした氷水で締め、器に盛り付け、つゆとお好みでネギ、みょうが、生姜などの薬味を添えれば完成。フルーツや薄切りのキュウリを浮かべると華やかです。パレットに薬味のせんなわら。パレットわろた。筆で食ったのかと思ったら予想外でわろた。そばにパレット。進化してるし。ちゃんと麺にもバリエーションがわら。あれ？一個そば？ちゃんと意見取り入れててわろた。クソわろた。キーボード汚ねえわら。ちょ、ストローって言ったやつマジ神だろわら。麺を口に入れてからつゆチューチューするのめんどくさいだろわら。違わい。そうめん食い終わると適度に薄まってキンキンに冷えたつゆのこんじゃん。締めに飲むじゃん。でもこれ飲もうとしたら全水こぼれんじゃん。そこでストロー。完璧わら。溶け残りのわさびがストローから気管にダイレクトアタック。てら苦しすわら。
これで、憧れのそうめん弁当わら。しかもシャレオツわら。違う用途として、冷凍庫に入れてみたくなる。もうお前明日からそれ持って学校行け。なぜか腹が減ってきた。これマジでいいな。無論よく洗った新品を使う前提でだが。女筆洗いにそうめんわら。1. パスタですが、女、大抵。先越されてたでござるわら。その発想はなかったわら。ラーメンでもいけんのかな？なんとなく言ってみただけなのにマジでストロー使ったのかよわら。知らない人に見せたらどう思うだろうか。1は絵も描けるんだろ。うますぎわろた。おお、上手だ。好きな絵柄です。想像以上にうまくてわろた。損保わら。損保わら。しまった。損保、損害保険かよわら。寺赤面、なんかお腹痛くなってきたけど気にしない。気のせい。アンチプラシーボ。普通にうまくてわろた。うまいならなおさら道具は大事にしろやわら。思った以上にできるやつだったか。そしてこのバケツである。白、ピンク、緑のそうめんと分けたら筆洗うときも水汚れなくて済むな。今日の昼飯はそうめんに決定。もはや筆洗いで筆を洗う行為に疑問すら感じる。 Google、 アクリル絵の具、毒素、症状、検索。ちょ、お前らが危険危険言うからなんか体調悪い気がすわら。トイレ行ってくるわ。その後、一の姿を見た者は誰もいなかった。20分後。ふう、おかえり。生きていたか。腹痛収まった。ぶねえわら。こんな思いつきのクソスレに付き合ってくれてありがとな。寝るわわら。血もめっちゃうまいな。うらやましい。ちょっと筆洗い買ってくる。